ゆうきひろおぐりさんです。よろしくお願いします。昼間から酔っ払ってあいつがやってくる。世間体なんてまるで気にしちゃいない。どんな生き方しようがそれでいいのだ。お楽しみはまだまだこれからじゃないか。そんなに真面目な顔して考える。そんなに深刻な顔で何を思ってる。くたばっちまうその前にちょいと楽しもう。お楽しみはまだまだこれからじゃないか。誰かがふざけてリンゴ売りの真似をしているだけなんだろう。
きな色になり、この醜い穴子をぐっと魅力的な子にしていく。聞いた。今年の寒さは記録的なものを凍えてしまうよ。毎日吹雪吹雪氷の世界、そんな声
ありがとうございます。